ことだったね。僕が散歩をしていた時、わっ、これは、うん、おお、これはうまい。それのどこが怖い話なんだよ。これから怖くなるんじゃない、最後まで聞いてよ。もうそれからまた歩いてたら、うわあ、これはクズリ君のうんち。エネギー、もう少し、もう少しで怖くなるから。ん、あ、ここは湖だ。なんで湖は怖いんだよ。ここからだよ、もう少しで怖くなるから。その湖で僕は見たんだ。うわー、というわけなんだ。それで、その影って何だったの。それは、それはすぐ逃げてきたからわかるわけないよ。わかんないなら最初からそう言え。でも僕が思うにあれはきっと怪物だよ。怪物こんなのだろうか。ひょっとしたらもっと不気味で強そうなのかもしれない。その怪物がこうだったら嫌だな。フェネギー君、その怪物ってどんな格好してたの。首
だけが水の上に出てるって感じだったな。そんな怪物なんているわけないだろ。何かの見間違いに決まってるぜ。アライグマ君は怪物が怖いんだね。なんでそうなるんだよ。俺はな、怪物なんていないと思ってるだけだ。怪物は怖いからいない方がいいと思ってるんだよね。違う。よし、そうまで言うんだったら俺様がそいつの正体を暴いてやる。ちょうど退屈してたところだ。暇つぶしぐらいにはなるだろ。よし、行くぞ。いってらっしゃい。お前たちもごめん。ったく何ビビってやがんねん。怪物なんざいるわけねえのにゃ。本当に怪物がいるのかな。でも怪物じゃないのかもしれない。誰も見てないとき、湖の水はきっと盛り上がったりへこんだりしてるんだ。それをフェネギー君が見ちゃったのかもしれない。それだったらあんまり怖くないぞ。でもひょっとしたらフェネギー君が湖で見たのは空気がしまっちゃうおじさんだったのかもしれない。とうとう見ちゃったね。そしてしまっちゃうおじさんに捕まった僕たちは。そう、見ちゃった子はどんどんしまっちゃうからね。でしまわれちゃうんだ。もうダメだ、ダメなんだ。着いたぞ。ダメなんだったら。うるせえ、静かにしろ。あれ変だな。怪物はどこだよ、フェネギ。きっと湖の中だと思うよ、クソス。じゃあどうするんだよ。そういう時はね、森で木の実を集めるんだ。それを太陽の昇る方角にお供えして踊りを踊る。フェネギ、はん、嘘つくんじゃねえ。じゃあこの葉を集めて。フェネギ、なんだ？いい目のポチャンってなんだよ。怪物じゃないの。そんなのいるわけないだろ。うわ、どうしたの、アライグマくん。あれ。なんにもないじゃない。アライグマちゃん。そんな、今いたんだよ。疑ってるな。本当に本当にいたんだからな。なんだその目は。どうしよう、どうしよう。ここまで来れば大丈夫だな。おい、ボロボロはどうしたんだ。まさかボロボロ。さんはたまにここに来るんだあよ。そうだったんだ。一体な、何すんの。お前が見たのはボノボノの親父だったじゃねえか。そんなはずないよ。現にこうしてボノボノの親父が出てきたじゃねえか。さあ帰ろ。俺たちも帰るぞ。おかしいな。
ふわふわ。